前場がゲートの中、スタートしましたまずは外枠各馬、ここスタート16番、角が出ていって内からは3番、瀬尾さらには7番、ソレイユービータ6番、ギャラント・ボリア4頭、先段です前から5番手には10番、トランキリテ内は1番、ラッケ・マーダその外14番のマラキナイアあとは2馬進行方を拾わって15番、オール・イズ・エル内は8番、ジュンブロッサム中段です。 その馬群の中にいるのが並んでいきます12番のホーラスカーズその後ろですが13番、トーエリトセイトうちは5番のケデシこれから3コーナーカーブに向かってあとは11番ピピオラそして4番のタガノディアーナ2番、進後方に2番の名将別品ピンで最後方に9番、ブランデーロックです。坂の頂上からら下り800を切っていいます47秒ぐらいで 800を過ぎて3コーナーから4コーナー坂を下っていく各馬先頭3番瀬をリードは1馬身キープ2番手は7番のスレイユービータ600を切って4コーナー手前外からは16番隅、隅2番手に上がっていって前3頭ほぼ固まってさあ第4コーナーから直線。 4番手一角には14番マラキナイア内は6番のギャラントウリアさあ直線の攻防先頭は3番のセオに変わったリードはニバシンほど2番手は16番スミそして7番ソレイユービータバグンの中から14番のマラキナイア大外を通っては10番トランキリテそして13番トーヤ・アリートセイト前は3番セオ先頭2番手は16番スミ10番トランキリテ3頭広がった3番のセオ先頭だ2番手が接戦だ3番のセオそして10番トランキリテ並んでゴール 16番の墨が3着。